コンストラクションマネジメントとは、建設プロジェクトにおいて、建設発注者から順位人を受けたコンストラクションマネージャーにより、中立的に全体を調整して、初期の目的に向かって円滑にことを運ぶための行為のことである。CM 方式。CM 方式はアメリカで確立したプロジェクト実施方式であり、プロジェクトの後期遅延、予算超過などを防止するため、 マネジメントを専門に行う CMR が発注者、設計者と一体となって、プロジェクトの全般を運営管理する方式である。職能分化や機能分散が進み、個々の調整を進めることよりも、プロジェクト全体をより統合的にマネジメントすることが求められ、さらにはコンプライアンスや情報公開などの認識が社会的に進むにつれ、建設プロジェクトにおいても、 より透明性を高める発注者ニーズが高まってきている。そのため、設計者や指行者といった従来の利害関係者がプロジェクト全体をマネジメントするのではなく、第三者性を持つ専門職がその役割を担うことが求められるようになってきた。この専門職が CMR であり、CMR が参加してプロジェクトを実施する方式が CM 方式と言える。 アメリカの CM 協会でも CM 方式を建設プロジェクトのマネジメント方式と解釈し CM 方式は特定の入札契約方式ではなく建設プロジェクトのすべての段階に適応可能な専門的マネジメント技術と位置づけているつまり時代の変化と多様な発注者ニーズに合わせて常に進化する従来方式に代わるプロジェクト実施方式としている しかしながら、CM 方式先進国のアメリカでも CM の定義は、一様でなく、柔軟な考え方であることを十分に認識しておく、必要がある。分離発注方式イコール CM 方式であるといった、単純な数式にはならない。また、CM 方式は、工事費の保証といった工事に関するリスクの取り方によって、ピュア CM 方式と CM アットリスク方式に対別される。 CM 方式がプロジェクト実施方式であると説明したが、まず建設プロジェクトの発注方式は次の3つの要素で構成されている。これら3つの要素の組み合わせにより多様な発注方式となる。当然ながら発注方式の選択は建設プロジェクトの特徴や発注者ニーズによるところが大きい。日本では主な発注方式は指名競争または 一般競争により選択された業者と一括受け負い契約を締結し、設計思考分離発注を行うか、もしくは設計思考一括発注を行うかの2種類の選択しかなかった時代が長く続いてきた。CM 方式は発注者に対し、その2種類以外の選択肢を提供するものであると言える。発注方式は一般的な言葉ではあるが、日本 CM 協会では、 入札方式、契約方式、プロジェクト実施方式の組み合わせからなるものとして定義し、共通の理解のベースとしている。工事費の保証といった工事に関するリスクの取り方は、基本的に、プロジェクト実施方式において、発注者と受け負い者の間において決定されている。例えば、デザインビルド方式は、より受け負い者のリスクが大きく、CM 方式は、 より発注者のリスクが大きい。CM 方式において、このリスクが大きい事実が、同時にコスト高となるのではなく、逆に、発注者がリスクを負担した分、試行者にとっては、リスク分をコスト負担することがなくなり、結果として、コストミニマムであり、フレキシビリティに富むなど、発注者の便益も大きくなってくる。それに対し、デザインビルドは、試行者のリスク負担が大きく、 思行者にとっては決められた金額の中で利益を出しやすい反面、発注者は CM 方式に比べコスト高になる可能性が高い。要するに一般的に発注者リスクが大きければ大きいほど価格は低くなる傾向にあり、逆であれば価格が高くなる。CM 方式では CMR は発注者との間に契約を締結し、 技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計、発注、施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部、または一部を行うものである。すなわち、設計者や試行者と別に契約を結ぶことになる。このような CMR の業務に対し、今のところ、 直接の広報的規制はなく、法律的な義務や責任の中心は契約に基づく行為と考えられている。所定の CM 業務を実施できなければ、それに応じて損害賠償義務などが生じることになるわけである。よく、CMR は責任を取らないと言われるが、ピュア CM 方式の場合、工事費の保証といった工事に関するリスクを取らない。 ことと、責任を取らないことと誤解されているからだと思われる。また、工事契約の契約関係にも特徴がある。すなわち従来の総合工事業者による、一式受け負い方式では発注者と専門工事業者が間接的な契約関係であるのに対して、CM 方式では発注者と専門工事業者が直接契約を締結することができる。 このような直接の契約関係を締結することによって発注者にとってコストの透明性が増し、ひいては経済的な工事の可能性を高めることができるとされる。全校で CMR の業務を順位認契約に基づく行為として説明した。この方式はピュア CM 方式と呼ばれているが、CM 方式のすべてを説明しているわけではないが、現在日本では 圧倒的にピュア CM 方式の採用が多く、単に CM 方式という場合はピュア CM 方式であることが多い。ピュア CM 方式から発展して CM アットリスクと呼ばれる方式もある。ピュア CM 方式では思考に伴う最終的なリスクについて発注者が負うため、発注者が支出する工事費がその分増加する可能性がある。 発注者が支出する工事費を低減するために CMR にマネジメント業務に加えて思考に関するリスクを負わせる場合がありこのような CM 方式を CM アットリスクと呼ぶなお CM アットリスクにおいてもマネジメント業務の内容そのものについては基本的にはピュア CM 方式と同じである CMR が最高限度額を保証する条項や後期を保証する 条項を契約に含めたり、あるいは工事完成保証を差し入れたりする場合がある。工事金額等について、CMR がリスクを取ることになり、CM アットリスク方式と呼ばれる。CM アットリスクは、発注者が気になる部分のみを、CMR がリスクを担うことも含まれる。また、米国では、この CM アットリスクが採用される機会が多いが、この場合は、CMR が、 総合工事業者に近いような形態をとる。CM アットリスクでは、CMR が、試行者、資材業者と交わす契約などについて、発注者の事前の同意を得ることが必要とされ、これによりこれら業者の専任についての発注者の裁量権が確保されるとともに、契約金額がおのずと明らかにされる。また、オープンブック方式、コストフィー方式が取られている場合などは、 CMR の発注者への請求の中で、実際の業者への支払額、その他の経費の内訳が明らかになる。オープン物価方式とは、工事費用を試行者に支払う過程において、支払い金額とその対価の公正さを明らかにするため、試行者が発注者にすべてのコストに関する情報を開示し、発注者または第三者が監査を行う方式のことを言う。による、 CM 方式では従来の受け負い契約と異なり柔軟な思考体制を取ることができる。以下は地方公共団体の CM 方式活用マニュアル試案で類型として示された思考パターンである。一括発注するパターン1、分離発注を伴うパターン2及び3の契約関係を示したイメージである。実際の CM 方式が採用されたプロジェクトでは これらのバリエーションにとどまらず、ケースバイケースで異なる多くの変形が出現している。欧米では、マスタービルダーが伝統的に設計、思考の担い手であったが、15世紀以降の教会建築等において、設計と思考の分離が起こった。CM の発祥地、アメリカ、そしていち早くアメリカの動きを取り入れたイギリスと共に、近年根付き始めた日本などを取り上げ、 CMR の業務内容、提供方法などが時代背景、技術革新などの影響による変化を以下に示す。20世紀以前アメリカでは1857年のアイアの設立により設計と試行の職能は完全に分離された。この中でマスタービルダーが従来になってきた設計と試行に関わるマネジメント技術も設計と試行の分離に合わせて 緩やかに分離されたと考えられる。1900年代から1950年代まで産業革命に伴う技術革新はアメリカにおいても製造業等にマネジメント技術の進歩をもたらし、フレデリック・テイラーによる生産性の向上やヘンリー・ガントによるバーチャートの開発の引き金となった。建設プロジェクトにおける設計者と試行者は新たな技術を有する製造者、 専門工事業者とのコラボレーションにより新たなマネジメント技術が要求された。工事契約における実費生産方式、石油プラント建設におけるプロジェクト調達方式、マンハッタン計画におけるプランニング手法等の試みは建設プロジェクトにおけるマネジメント方式の先駆的事例と考えられる。1950年代2度の世界大戦による軍事産業の需要は アメリカのマネジメント技術にさらなる進歩をもたらした。パート CBM 等のスケジュール管理手法は、その後の建設産業にも影響を与えている。建設プロジェクトでは、設計思考分離の原則に基づく設計、入札、思考方式により、設計者と思考者が、それぞれのマネジメント技術を実践していた。1960年代、NASA のアポロ計画を代表とする軍事、 宇宙産業はネットワーク EV、VEWBS 等の新たな管理手法を創造し、現在のプロジェクトマネジメントの基礎が確立された。PMA の設立もこの時期である。一般に CM 方式はこの時期に建設プロジェクトに導入されたとされている。産業の急速な発展に伴い建設プロジェクトが大規模化、複雑化し、従来のプロジェクト関係者による プロジェクト管理の範囲と能力に限界が生じ、さらに、労働者不足、建設費の高騰等によるインフレ懸念が深刻化した。この結果、建設プロジェクトの予算超過、品質低下、工程遅延等が発注者のコスト管理、品質管理、スケジュール管理に対する不満を助長した。ファストトラック方式は、この発注者の不満に応えるプロジェクト調達方式として、 工事発注単位を細分化し、全体の設計終了以前に細分化単位で必要な許認可を取得して順次施行する方式である。設計と施行のプロセスがオーバーラップすることにより、工期の短縮、設計に対する施行情報のフィードバック等が可能になる。この方式では、CMR が請負者ではなく、発注者の代理人として委任的立場でコスト管理。 品質管理、スケジュール管理を行い、コストの透明性とスケジュールの最適化を実現した。ニューヨークのワールドトレードセンター建設工事は、ファストトラック方式を用いた、ピュア CM による代表的なプロジェクトである。工事発注単位を100以上に分割して、工期短縮と工事費低減の効果を実証した同プロジェクトは、アメリカ CM の歴史における重要なマイルストーンと、 位置づけられる。1970年代アメリカ連邦調達庁は1960年代後半からファストトラック方式を一部で実施したが、1970年代前半にガイドラインを作成して CM 方式を正式に導入している。その後、連邦政府機関のみならず、各州政府機関が発注する公共建設プロジェクトで CM 方式が普及し、 民間建設プロジェクトにも定着した。CM 方式の普及により、CM 職能が確立され、CM 業務環境が整備されるとともに、大学教育においても CM 専門家庭が相次いで開設された。1980年代グローバル化、情報革新、顧客重視思考、企業組織変革等のビジネス環境の変化により、軍事、 宇宙産業で発展したマネジメント技術がプロジェクトマネジメントとして一般に幅広く受け入れられた。パーソナルコンピューターの普及とともにプロジェクトマネジメントソフトウェアも普及した。PMA によりプロジェクトマネジメント知識体系が発行され資格制度が創設された。ビジネス環境の多様化により1970年代後半には一部に ファストトラック方式の弊害も生まれた。細分化発注によるプロジェクト運営は CMR の能力、支出が製品に大きく影響するため、プロジェクト終了時まで工事費が未確定、設計と施工の調整不十分による業務の手戻りと品質の低下、スケジュール調整の不備による工程遅延等、発注者の不満も報告された。これらのコスト、品質、 スケジュールに伴うリスクは、結果的に発注者負担となり、紛争処理業務も増大した。この発注者不満に対して、CMR が工事費の上限額を保証して発注者リスクの一部を負担する CM 方式が導入された。一般的に CM アットリスク方式とされているが、契約上は実費生産方式に分類される。1990年代以降アメリカのプロジェクト、 調達方式はさらに多様化している。責任一元化をキーワードとするデザインビルド方式が従来方式に変わるプロジェクト調達方式の一つに位置づけられ CM 方式は新たな発注者ニーズによる進化を続けている。PureCM は単一の建設プロジェクトから同一の発注者による複数のプロジェクト群へ、また、 大規模で複雑な建設プロジェクトの発注者側へと業務対象を拡大している。これらの業務はプログラムマネジメントと称される場合がある。CM アットリスクは責任一元化の観点で共通性を持つデザインビルドとともにプロジェクト調達方式に対して多様化する発注者ニーズに適合することが期待されている。1980年代初めまでイギリスにおける 発注方式は設計、試行分離の一括発注方式が主流で、一般に JCT 標準契約書が用いられ、実施設計完了後に入札が行われ施行者を決定し、設計者が発注者代理として管理業務を行っていた。イギリスにおける CM 方式採用の最初の事例として、70年代後半から80年代前半にかけてストリート、 マーチンプロパティーズにより行われたロンドンブリッジシティ開発プロジェクトがある。CMR はニューヨークに本社のあるレイヤー、マッカバン社が担当して建設計画の全体調整を行い、イギリスのライングマネージメント社がマネージメントコントラクターとして実質的な工事管理を行った。しかし、CM 方式の本格的普及は80年代後半以降となる。 イギリスの CM の歴史は1980年代初めより、イギリスで独自に普及してきたマネジメントコントラクトと80年代後半にアメリカから導入されたピュア CM 方式の2つの段階に分けられる。以下、それぞれの経緯と実態について説明する。1980年代、MC 方式の発展と衰退イギリスの建築巨人化は、 都市計画法による開発許可と建築基準法に基づく建築確認許可の2段階に分かれている。これにより開発許可取得後に工事を着工し、詳細設計、試行段階で順次建築確認、許可を得ることが可能である。MC 方式では開発許可取得とファストトラック採用を前提として、設計と試行を並行して進め、大幅な工期短縮を図り、 設計変更の自由度を大きくした。イギリスのボビスコンストラクション社は1920年により、マークススペンサー S の店舗を実費生産方式で施行していた。80年代になると、さらに全国の同大型店舗をはじめ、多くのプロジェクトをこの MC 方式で施行していた。80年代半ばから、イギリスの不動産ブーム到来により、早期着工、完成を可能とする。 MC 方式はディベロッパーに積極的に受け入れられ、多くの民間商業施設や空港、大型複合ビル等に採用された。その結果、一般の建設会社は MC 業務を新たなメニューに増やし、建設市場は混戦模様となった。その間、公共工事及び小規模で単純な民間建物では、従来通りの一括発注方式が引き続き採用された。 MCR 新規参入組による建設ブームの結果、MC 方式の本来の目的と現実とに乖離が生じ様々な問題が顕在化したため、発注者側に MC 方式採用を見直す動きが出始めた。不動産ブームの終焉を告げる1987年のブラックマンデー以降、MC 方式はほとんど採用されなくなった。1990年に、 イギリスレディング大学が発刊した調査レポートに MC 方式採用事例の問題点が報告されている。主要な問題点として以下の事項が挙げられる。MC 方式採用により発注者にリスクが転嫁されることが十分認識されていなかった。MCR は法的にはコンサルタントでも受け負い者でもない中途半端な存在となった。 MC 方式に適合した標準契約書が整備されない状況で多くの工事が行われた。MCR と専門工事業者間で一部不明解な取り決めが行われ、発注者へのコスト負担増と不信感を高める結果となった。専門工事業者への厳しい支払い条件の結果、発注者にとっては金利負担を上乗せした形でのコストアップの要因となった。 設計完成度の低さ、MCR の経験、管理能力、責任感の欠如、発注者の判断、承認の遅れ等により、設計変更の増加、高期遅延、品質低下、コストアップが生じることとなった。専門工事業者への大幅なリスク転嫁が行われた結果、係争問題が多発した。1980年代後半から1990年代、 MC から CM への変遷80年代半ばより、ロンドン金融街では、外国企業の資本投下により、ビッグバンが起き、ブロードゲートやドックランド等の大規模な開発プロジェクトが、次々と計画された。しかし短期間で完成させるためには、MC 方式採用時の MCR 業者の処理能力に限界があり、アメリカの CM 方式導入により MC の経験を、踏まえて、 イギリスの建設事情に合致したピュア CM 方式が提案、採用された。CMR は設計者、積算子と同様にコンサルタントチームの一員となり、発注者は CMR を通して大規模かつ複雑なプロジェクトを直接管理できるようになったが、専門工事業者と直接契約関係を結ぶことにより、発注者の管理業務は 従来の請負い方式や MC 方式より飛躍的に増大した。イギリス式 CM 方式の特徴の一つとして、専門工事業者の発注区分が挙げられる。MC 方式では多数の専門工種に細分化して発注されたが、CM 方式では MC 方式での問題点を改善し、より大きなパッケージに分割し、それぞれのパッケージを請負う専門工事業者は、 さらに複数の専門工種サブコンと下請け契約を結び、実施設計及び試行面での技術支援を行いながら、ミニゼネコン的立場で隔離工範囲をまとめる形態となっている。CMR は発注者、設計者及びパッケージごとの専門工事業者との調整により洗練し、工事全体の統括管理業務を行っている。経営的にも堅実で技術力、 管理能力の高い専門工事業者への発注により、スペシャリストの受け負い業者が誕生し、CM 方式の信頼性は高まった。特に、仮設工事関係を専門に行うロジスティックトレード、コントラクターが新たに登場し、業種間の隙間を埋める役割を果たしている。もう一つの特徴は、商業賃貸ビルにおいて、区体、外装を先行し、後で、 テナント要求に基づく内装仕上げを行うシェルコア方式の採用により CM 方式が普及してきた。CMR は建築主側の立場で本体工事を担当しテナント工事も管理できる立場となり契約的にもフレキシブルに対応できる体制となっている。2000年代 CM の現況2001年のイギリスの CM 契約発注実績を見ると10件で 1998年の19件に比べ発注件数では減少傾向にある。しかし、工事金額では4億円以上から100億円超の工事に集中しており、CM 方式が大型プロジェクトで市場を伸ばしていることが推察できる。現在、イギリスにおける CM 方式は建設業務に精通した少数の発注者が繰り返し採用しており、 その対象は大型で複雑な建物、不確定要素が高く長期にわたるプロジェクト、大型店舗や共同住宅のように、同種類の建物が連続して、デケンするケース等に限定されている。また、同じ CM チームを継続して使うことによる、習熟効果や調達メリット、品質や工期に対する信頼性も評価されている。CM 方式採用により、設計チームは、 本来の設計業務に専念できるようになり、CMR と専門工事業者の早期参画により、実施設計情報を早く設計に取り込むことが可能となった。契約面については、MC 方式の JCT 標準契約書をベースとした、発注者と CMR 及び専門工事業者間との CM 標準契約書と CM ガイドが2002年に JCT から発刊されている。 専門工事業者との契約は、公費、公費の変更条項付きの一括請負いベースが多く、公費とコストについて発注者との事前合意を行ってから、正式契約に至るケースが増えている。CM 方式においては、専門工事業者の管理責任範囲とリスクは、通常の下請け工事契約に比べて高まるが、発注者、CMR の了解の下で早期に参画する。 ことにより、専門能力をより有効に発揮できる場が与えられ、クレームや、軽装問題は、MC 方式の場合に比べて減少している。発注者からの要請により、GMP 付きや、高機内管制を条件とした、CM アットリスク型契約も一部で増えている。CM 業務合理化のため、最近では一部の CM 会社でインターネットを使った、電子商取引、 支払い処理も導入されている。1970年代から1980年代まで日本における CM の議論と発展は1970年代初頭にアメリカにおいて CM が本格的に展開されるようになった時期に遡る。当時、建設省、関連団体、業界団体、建設会社は多くの調査団をアメリカに派遣し、 新たな管理方式である CM について着目した。しかしながら CM は契約社会のアメリカでこそ発展し得るものであり、日本の契約観光、商習慣には馴染みにくいという観察が主流であり、日本の総合工事業者、エンジニアリング企業は海外プロジェクトにおいては CM 方式を実施するものの国内において具体的に CM に取り組むところは1980。 年代の後期まで見られなかった。バブル期に差し掛かろうとする頃、特に大手の総合工事業者では、急激にプロジェクトが大規模、複雑化し、さらに多くの建設需要に効率的に対応するために、従来型の試行体制を見直すようになり、必然的に CM 方式に再度着目するようになった大手の総合工事業者にはいち早く CM の専門部門を設置し、 CM 方式を自社開発プロジェクトで施行する企業もあり、CM に対する関心は高まった。1990年代しかしながら、90年代、初めのバブル崩壊により、建設投資は急速に冷え込み、CM の関心の前提が大きく揺らぐこととなる。一方公共工事において、入札制度の改革の議論が、 同時期に行われており、1992年の中央建設業審議会の答申では、新しい発注方式の一つとして、建設工事の総合管理方式を検討することが提言されている。1993年に建設省が指名競争入札から一般競争入札に移行を表明した頃、建設コストの縮減、透明性の確保が建設産業における、 大きな課題となっていた。また、1993年の日米建設協議の改定案において、アメリカ政府は、先進国において、CM 方式を取り入れていないことによる参入障壁を指摘することにより、CM 制度の導入ならびに、CM 方式の試験プロジェクトの実施を強く、日本政府に迫り、制裁措置に言及するようになった。一方、 WTO の国際調達基準への準拠の一環として、1994年1月に日本政府は公共工事の入札、契約手続きの改善に関する行動計画を発表し、発注の適正化を図るとともに、国際調達基準に基づいた調達を行うことを掲げ、アメリカ政府の制裁措置を逃れた経緯がある。 1995年には建設業行政の長期的な展望の集大成として建設産業政策大綱がまとめられ、その中で CM は CM 方式に関しては適切な事業の選定、CM 業務の金銭的評価、発注者との役割分担等について早急に検討する。今後、建設産業の独立した分野として可能かどうかニーズ、 CM の業態のあり方についても検討を進める。と言及された。日本建築学会では、1993年に PM 研究特別委員会を設置し、大学、関連団体、企業の有識者が集まり、PM 及び CM に関する活発な議論が行われるようになった。1995年日本建築積算協会では、BSI コストスクールを開設し、 PM、CM を含む幅広い知識を紹介する講座の提供を開始した。90年代後半になると、設計事務所、総合工事業者の中で、組織的な CM の取り組みを行う企業が現れるようになり、また、企業のインハウスの技術者である施設部門や施設に関わる関連会社が強い関心を示すようになってきた。また、 海外から進出した建設企業も CM のみならず PM サービスの提供を標榜する企業が増え外資系企業を中心に日本における実績を重ねた。また、このごろ専門工事業者の調達に着目した方式が注目されるようになった。これは分離発注的な入札を行いながらも最終的には 一式受け負い方式で発注するものであり、すでに普及期にあったコストオン方式と同様に日本独特の建設生産方式の一つとなっている。さらに、1999年に建設省と通産省は同時期に PM への取り組みを発表し、建設省はプロジェクトマネジメント研究会を発足後、公共事業への PM 手法導入のビジョンを策定した。 船体建設技術センターは PMA 東京支部の設立を支援している。通産省も1999年により PM 導入の調査研究を経てプロジェクトプログラムマネジメント標準ガイドブックを発行し、ガイドブックに基づく資格試験を2002年に開始した。エンジニアリング振興協会は1980年代から海外の PM に関する研究を重ね、 1998年に JPMF を立ち上げ、PM の啓蒙を普及に努めている。日本建築家協会では、建築家の業務に関する検討、顧客満足に関する調査を経て、1998年、CM ガイドラインを発行し、建築家の CM 業務への関わりを定義づけ、2002年の PM ガイドラインの発行に至っている。また、 1999年にはプロジェクトマネジメント学会が発足し、広い業種での PM に関する学術的研究が行われている。2000年以降2000年になると国土交通省では CM 方式研究会を発足させ、海外調査を経て2002年に CM 方式活用ガイドラインを発行した。その後、CM 方式導入促進方策研究会を 設置した。2001年には日本コンストラクションマネジメント協会が発足し、CM の職能団体として活動を開始した。国土交通省は建設業振興基金に委託して CM 方式導入検討委員会を設置し、日本 CM 協会の協力のもとに地方公共団体における CM 方式導入の検討を行った後、2003年に 地方公共団体の CM、方式活用マニュアル試案を発行し、CM 方式の普及促進を図っている。また、2002年日本 CM 協会では、CM 資格者制度の検討に着手し、2003年3月には、日本 CM 協会認定コンストラクションマネージャーの選定作業を経て、日本を代表する CM の実務者として33名を認定し、 CM ガイドブックの執筆、CM 講習会の実施、CM 資格者制度の本格的な運用の準備に着手した。最近の公共工事における CMR の募集要項では、日本 CM 協会の認定資格者在籍企業に限るとの記述が見られる。2007年11月国土交通省では、学識経験者、建設産業界、地方公共団体、 国土交通省の代表をメンバーとする CM 方式活用協議会を設立し、地方公共団体における CM 方式の活用方策を検討、協議することとした。こうした CM 方式の普及については、技術系職員の減少している全国の自治体や事業の企画段階からその技術、ノウハウを活用することのできる建設業界に、 有効な方法の一つとして期待されている。衆議院調査局国土交通調査室の建設産業改革に関する動向によれば、2012年10月には CM 方式などの新たな発注、契約方式について検討する多様な契約方式活用協議会が国土交通省に設置された。第1回多様な契約方式活用協議会では、 多様な契約方式の例として、CM 方式、オープンブック方式、コストフィー方式、設計、試行一括発注方式、詳細設計付き工事発注方式、単価、数量生産契約などを挙げている。東日本大震災以降の動きとしては、東日本大震災復旧、復興事業において、アットリスク CM 方式、オープンブック方式、 コストフィー方式が導入されている。日本の CM 方式普及に関する動向を前述した歴史にあるように国土交通省は CM 方式に関する各種研究会を開催し、その方向性と位置づけを探ってきた。その結果として CM 方式活用ガイドライン、CM 方式導入促進方策調査報告書及び地方公共団体の CM、 方式活用マニュアル試案を作成した。これらの内容を理解することは、日本における CM の流れを知るために重要なことであると考えられるため、ここではその概要を説明する。CM 方式活用ガイドライン。CM 方式活用ガイドラインは、2002年2月、国土交通省が CM 方式の円滑な普及を図る観点から、 CM 方式の内容、課題等を整理した上で、CM 方式の活用にあたって、基本的な指針となるものを目指して策定したものである。90年代初頭の日米建設交渉を契機として、日本の入札、契約制度は大きく見直され、一般競争入札の導入、利口ボンドの導入、工事完成保証人制度の廃止などの改革が実行された。この時期、 CM 方式を公共建設工事に採用すべきとする議論が活発になり、92年11月の中央建設業審議会では、CM 方式を直ちに導入する状況にはないものの、幅広い検討が必要であるとして、初めて CM 方式に言及している。その後も、93年の同審議会権利、95年の建設産業政策大綱、96年の 公共工事の品質に関する委員会報告などで CM 方式の検討の必要性が指摘された。民間建設工事では90年代から外資系企業や大手ディベロッパーを中心に CM 方式を活用する動機は始まっていたが国土交通省は発注者行政の立場から事業者選定、報酬積算などの制度面の性備えが十分でないことを理由に 公共建設工事への CM 方式導入については消極的な姿勢を取り続けた。国土交通省は CM 方式の円滑な普及を図る観点から2000年12月に学識経験者及び関係業界の代表で構成する CM 方式研究会を設置した。CM 方式が今後我が国の建設生産管理システムの一つとして定着するためには発注者、 設計者、試行者等が CM 方式に対し共通の理解や問題意識を持ち CM 方式が効果的かつ適正に活用されることが当面重要であると考えたためであるガイドラインはこの研究会での議論等を踏まえ国土交通省として検討の上策定されたものであるガイドラインでは CM 方式の定義について CM 方式とは 発注者の補助者、代行者である CMR が技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って設計、発注、施行の各段階において設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部、または一部を行うものとしている。一方、これと並行して土木工事を中心に 2001年3月から民間のマネジメント技術を活用した新たな入札契約方式の試行工事に着手し、この工事の評価、フォローと合わせてさらなる試行プロジェクトを実施するため、マネジメント技術活用方式試行評価検討を設置している。地方公共団体の CM、方式活用マニュアル支案、CM 方式活用ガイドラインにおいて述べられている通り、 国土交通省が2002年2月に公表した CM 方式活用ガイドラインはあくまでも CM 方式の活用における基本的な指針を示したものであり実際の CM 方式の普及に向けては発注者、設計者、試行者等に対しガイドラインを踏まえた実務マニュアルを整備していくことが求められていたそうした状況を踏まえ財団法人建設協振興基金においては 2002年2月に CM 方式導入促進方策研究会を設置し、国土交通省をはじめ関係者の協力を得つつ、地方公共団体が発注する公共建築工事を対象とした CM 方式の導入促進のあり方について調査研究するとともに CM 方式の活用に資するマニュアルの作成を行った。二つの研究会と三つの成果物二つの 研究会とは、2000年12月設置 CM 方式研究会2002年2月設置 CM 方式導入促進方策研究会であり、3つの成果物とは、CM 方式活用ガイドライン CM 方式導入促進方策調査報告書、地方公共団体の CM 方式活用マニュアルシアンである。CM 方式活用ガイドラインは CM、 方式研究会の成果物であり、CM 方式導入促進方策調査報告書及び地方公共団体の CM 方式活用マニュアル試案は、CM 方式導入促進方策研究会の成果物である。記述の通り、CM 方式研究会の目的は国内における、CM 方式活用時の基本的な指針を示すことにあり、その成果である。 CM 方式活用ガイドラインにおいては、建設市場及び CM 方式の種類を限定することなく、広範な課題について基本的な議論を整理している。一方、CM 方式導入促進方策研究会は、6つの前提を設けて検討対象を限定しており、その成果物である CM 方式導入促進方策調査報告書及び、 地方公共団体の CM、方式活用マニュアル視野においても、地方公共団体の公共建築工事に限定した具体的な検討を行っている。一般社団法人日本コンストラクションマネジメント、協会概要一般社団法人日本コンストラクションマネジメント協会は、日本においてコンストラクションマネジメントという建設生産方式と、 コンストラクションマネージャーという職能を確立、普及させていく目的で設立された法人であり、CMR の倫理規定の制定、資格制度の制定、運営など多くのボランティア的会員の協力をもって幅広い活動を行っている。建設分野における会員相互の協力により、CM の発展と普及を目指し、CMR の資質と技術力の向上を図り、もって、 公共の福祉の増進に寄与することを目的として、二千一年四月十六日に任意団体として設立。二千十年四月一日、一般社団法人日本、コンストラクションマネジメント協会として法人化した。会員は、CMR に限らず、発注者、設計者、建設コンサルタント、総合建設業者、あるいは専門工事業者に広がり、さらに、官民、 産官学、あるいは、建築、土木の垣根もなく、多くの分野の会員が在籍している。一般的に業界の利益代表たる団体が多い、中で、CM の発展と普及を、建設生産方式全体の変革の一端として、自負し、ファンダメンタルな行動原理を貫いている法人である。会員が、CM 業務を遂行する上で遵守すべき倫理を定め、会員が遂行する、 CM 業務の健全性を担保し、CM 業務に対する社会の信頼を勝ち得ていくことを目的として倫理規定を定めている。協会 CM スクール2008年度から CM 教育を行う CM スクールを開校。基礎コースと実践、理論コースとがあり、全8講座設置しているが年度によって開校数が異なる。また、各講座とは別に特別講義もあり、 社会ニーズに合わせた内容を実施している。開校会場は建築会館を使用している。英国では、コンストラクションマネージャーという資格タイトルは、数密院と陛下によってチャータードの地位を2013年10月に授与。名称のチャータードコンストラクションマネージャーは、建設環境セクター内での管理キャリアの幅と複雑さを反映して1980年代から、 サイアブメンバーやフェローが使用していたチャータードビルダーという名称から取って代わられる。2010年に協会であるチャータードインスティチュート・オブ・ビルディングはチャータードコンストラクション・マネージャーという建設管理者のための新しくより広い定義を設定していた。サイアブの協会全メンバーとフェローはこうしてチャータードコンストラクション・マネージャーというタイトルを使用する許可を得る。既存の チャータードビルダーという名称のサイアブメンバーには2014年12月末前にチャータードコンストラクションマネージャーの指定登録をする選択肢が提供された。この時点で登録された境会前メンバーは同時ではないが両方の指定を使用することができる。ありがとうございます。